はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっています。で具体的なジャンルとしては、えー、ビジネス書であったりとか、えー、心理学、メンタルについての本をご紹介することが多いです。でチャンネルページに再生リストが作ってありますのであの興味を持っていただける方はぜひそちらからご覧いただければと思います。 でこうやって動画を配信しているモチベーションとしてはですね、まあ、私が日々、えー、本から得た知識や気づきを、まあ、何か皆様と共有することができればというふうに考えて、えー、レビューを行っています。 ですのであの、レビューを聞いていただいて、ですねあの皆さんがご自身でもその本を読んでみたいというふうに思っていただけましたら、アマゾンのリンクがですね各動画の、えー、説明欄に貼ってありますので、まあ、よければそちらを使っていただければというふうに思います。であのその本を読んだ感想等をですねコメント欄にいただければ、まあ、一番嬉しいかなというふうに思います。 でまたあの、私に読んでほしい本があるよということであれば、あのどの動画のコメント欄でも結構ですので、コメントをいただければ、あのいつか読ませていただけると思いますので、ぜひ、あの本のリクエストもよろしくお願いします。でよろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。で今日はですね、えっと、こちらの改訂 YouTube 成功の実践法則60というタイトルの本をご紹介したいと思います。 でえー、と昨日からです、ね、動画を見ていただけている方には、まあ、ちょっと申し訳ないんですけれども、えー、と内容としては昨日ご紹介した内容の、まあ、改訂版という内容になります。で昨日ご紹介した、えー「成功の実践法則53」という本があったんですけれどもそちらが2014年の12月発売に対してこちらの本は2018年の4月の発売になります。 でちょっと私自身ですね、えー、とアマゾンで本を買う、えー、ときに、これが同じ本だということに気がつかずに買ったんですけれども、まあ、結果としてはその2014年発売のものと、18年発売のものということで、まあ、違いを感じられたということと、ちょっと一点、あとでご紹介するんですけれども、まあ、非常に大きな気づきがあったので、ちょっとまあ今日あのー、ほぼ同じ本なんですけれども、まあ、連続でご紹介をしたいというふうに思います。 でこの本の,その改訂版の内容としてはですねまず、えー、と細かい紹介事例というのがアップデートされています。でより最近の YouTube のトレンドであったりとか、まあ、具体的な人気の YouTube チャンネルなんかも紹介しながら、まあ、よりあの最新のものになっていますねというところは改訂されています。でまた、えー、と項目として増強されているところは、まあ、チャンネルページであったりとかアナリティクスであったりとか、まあ、YouTube の最新版の機能についての紹介というのが充実をしています。 で、えー、とまあ、た残念ながらですね今 YouTube っていうのはまあベータ版というものが、えー、とまあ使われているというか提供されてるんですけどもそのベータ版についてはあの説明がなくてまああの以前のバージョンの、えーまあ あのアナリティクスであったりとかチャンネルページの充実させ方について、まあ、そういったものが改訂版で、えー、アップデートされているという内容になっています。で、っ、えー、と、まあ、後で言いますと言ったんですけれどもあのこの本をちょっとわざわざご紹介したいなと思った、えーまあ、ポイントとしてですね、あのー、一つ読んで気づきがありました。 でと何かというと詳細設定というまあ、あの設定欄が、まあ、実は YouTube やってる方だったら分かると思うんですけどあるんですけれどもそちらにですね「国」という選択項目がありますで実は私今アメリカに住んでいるんですけれどもまあこれまではですねあんまり意識をしてなくて適当にアメリカ合衆国のまま、えー、とこのチャンネルを運営していましたでえも、ー、ともと、まあね、収益化を狙ってこのチャンネルをやっているというわけではまあないので、えーとまあ、別に登録者数がで,ですね、まあ、ものすごい増え 増えなくてもまた再生数がものすごい増えなくてもあの、まあ、特別困るということはないんですけれどもやっぱりこう増えたり減ったりすると自分も嬉しいもんで、まあ、最近はあのよく見ていますなんですけれどもそこをですね本当は日本にしておかなければいけなくてまあやっぱりあの見ていただいている方はまあ、ほとんどの方が日本人だと思いますしあの紹介している本も日本語で書かれている日本の本が多いです。にもかかわらずまあ 国ををアメリカという,ふうに設定ししてましたで、えっとまあ、そういった非常に細かい点でもですねあの、まあ、本気で YouTube をやられてる方っていうのはあの、まあ、気付かないと、まあ、損をするというかあのもったいないところだと思いますので、まあ、そういった点についてもですね非常に細かく説明されてますよということで、まあ、ちょっと今日わざわざ、えー、ご紹介しました。 でえっとまあ、先の動画でも言ったんですけれども、まあ、非常に細かいところ、まあ、撮影機材どういったものを使ったらいいかとか、まあ、撮影する際にどういった画角で撮ったらいいかとか、まあ、そういった細かい点についてもあの詳しく説明がなされてますので YouTube をご覧になっている方で,です、ねまあ、自分もそういったチャンネルやってみようかなという気持ちがある方は一度読まれてみるといいんじゃないかなというふうに思います。でもちろん自自分自身のまあその生活の中で、えー、まあどういった えー、動画を撮って、えー、YouTube に載せていくかということについては、まあ、人それぞれだと思いますので必ずしも全て参考にする必要はないと思いますけれども、あのー、どれもあの基本的な内容で参考になる内容が多かったので、まあ、面白かったなというふうに思います。